はい、こんにちは、那須林です。初心者のためのギター講座、今回取り上げる曲は岩崎よしみさんのタッチです。この動画1番だけ弾いてみようのシリーズでね、簡単なアレンジにねしてあるので、ぜひチャレンジしてみてほしいです。この曲はですね、カポニにして弾いてほしいです。カポをね、2番目のこのお部屋のところに挟んでもらって、でチューニングが合った状態だとこういう音がします。はい、ではレッスン始めていきましょう。ちょっとね、今までの曲よりは難易度ちょっと高い感じがすると思います。あとこれ結構長いですね。こんなにコード弾かなきゃいけないのかっていう感じなんですけども、 Am をジャーッと弾いてすぐ止める。タタ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 タここをね、こうチョップしてあげると音が止まりますので、でここの E のところでね、まあこのダウンだけでこうちょこちょことジョン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 、弾くといいと思います。こう細かくね、結構早く弾かないとダメなので、弦を全部ねしっかり弾くというよりは、もう手首の細かい動きだけで、なので弦全部弾かなくてもいいんですよ、その弦を全部弾かなければいけないというその先入観を捨てて、でこんな風にね細かく小さく弾いてあげるとそこがうまくいくと思います。で、歌に入りますね。基本的にストロークとしては、まあジャーカー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 とね、雰囲気としてはこんな感じ、でいいかなと思います。まあ8ビートでね、まあこれが弾ければそれで弾いていいんですけど、まあ最初なのでね、ジャーカー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 、あ、この弾き方でいいと思います。呼吸を止めて1秒あなたで D マイナー、真剣な目をしながら、まあいいのね。やっぱりこの歌のね、このここに来たらなんか音をビタッと止めたくなるかなと思います。いいのを弾いてピタッとね、ここで音を止めてあげてください。その音を止める時もやっぱりね、この指が広がってないと、握ってるとね止まってない弦が出ちゃうから、そうではなくて広げた上で触ると全部の弦が止まりやすい。はい、では2行目です。きっと愛する人を大切にして、知らずに臆病なのね、落ちた涙も見ないふり、すべてが落ちた涙も、この Am の頭を止める、弾いてからすぐ止める、でスレディーやっていう風に、まあ、つなげるとね、だいぶこう原曲らしさが出ると思います。まあ無理に止めろとも言いませんけどもね、まあ止めないで弾くとすると、落ちた涙も見ないふり、まあこんな風になります。まあそれでもね、ちゃんと流れに乗って弾けばそんなに違和感はないですけどもね、やっぱり止めたくなる。はい、ここの B メロに行きます。すれ違いや、すれ違いや、周りは
い、まあこんな感じで続いていきます。まあ一応ねここでも音をねピタッと止めるのを入れてもいいんだけど、それよりもこっちの方がね大変なので、ここはあえて止めなくてもいいかもしれませんね。サビに入ります。一応 Dm7 っていうコードを当てています。これね実際のところはねここのコードは F を弾かなきゃいけないんだけれども、ちょっとねごまかしの感じで Dm7 と人差し指べったり使って、まあこんな風にね下の方だけを狙って弾く、全部を弾くんじゃなくて下の方って意識して弾いてほしいなと思います。その上でタチタチここにタチ、これちょっと難しいんですよね。あのアップストロークでねここの E を入れれるとすごくかっこよくなんですよね。ここまではねジャンジャンジャンでいいんだけど、ジャン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 でアップの時に E を弾くとかっこよくなる。タチタチコーニタチ。まあチャレンジしてみてください。また再弾いてみます。タチタチコーニタ、あ D マイナーだ、あなたが出しておの、はい、ここがやっぱりねちょ音止めたくなりますよね。ここの A マイナーで出てきたように弾いて止める、で手をの、やっぱりそのね歌詞に合わせてこうね A マイナーの音をね合わせに行く弾き方ができれば、結構ね難しいことをやってるんですよね、今何気なくやってるようですけど、難しく感じるかもしれませんが、やっぱりその曲のかっこよさをね再現するためにはやっぱり多少のこう練習っていうのは必要になってくると思うんで、ぜひそこ頑張ってみてください。1行目もう一回ちょっとね弾いてみましょう。タチタチコニタ、こんな感じになって進んでいく感じですね。まあさりげなくやったんですけどもね、ここのねそのサビ終わるところの A マイナーからこの E にとこ行くところも、こっから返すとため息の花だけ束ねたぶけ、ここでねアップストロークでこの E に入ってるんですよね。束ねたブーケー、一回止めてからっていう風になってね、チャレンジしてみてください。はい、はい、で、一応ね、メロがここに戻った感じなんですよね、パート的にはコード進行的には。でここの A マイナーです。愛さなければ寂しさなんて知らずに過ぎてゆくのに、そっと悲しみにこんにちは、こんな感じにして終わるかなと思います。ここでねちょっとキメが入る感じですね。み
みたいなね、はい、まあまあまあ曲をこう思い出しながら弾くと、うん、自然とそう弾きたくなるかなっていうような感じになると思います。こうダウンでね、じゃーん、こうダウンで合わせに行くで今ねこうリズムを取るためにあえてここにねこう弾くような真似をしてここを叩いてたりするんですけど、うん、まあ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 こういう風に弾くと曲のノリも再現できつつリズムもクールはないかなと思います。コードはそこまで難しいコードじゃないんだけれども、やっぱり弾き方というかその曲のノリというかね、ここは音止めたくなるなとかね、ここはちょっとタイミングを歌詞に合わせたくなるなっていうのをね、細かいところをこう弾こうとするとまあそんな風になると思うので、ぜひチャレンジしてみてください。最後にねこの曲をこうゆっくりいいバージョンで弾いてみたいと思うんですね。通しで弾いてみたい方はぜひそれに合わせて練習してみましょう。ではやっていきます。今回ねテンポをね80に設定しました。早いかなとは思うかもしれませんけど、逆にね遅すぎてもね弾きづらいので80でちょっとチャレンジしてみたいと思います。いきましょう。 1,2,3,4 ダダ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 ダ、愛する人を大切にして、知らずに臆病なので、落ちた涙も見ないふり、すれ違いや周り感じですね。今メトロノームがあったので、まあ、リズムは最後入れずに弾きましたが、まあまあまあ、はい、こんな感じで弾いてみるといいと思います。結構ね今僕もやってみてね意外と難しかったので、まあ練習しがいはあるのかなと思いますが、はい、ぜひチャレンジしてみてください。今回はこれで終わります。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければね僕のチャンネル登録あと高評価よろしくお願いします。ではさようなら、夏橋でした。バイバイ。ダウンはまだいいんだけど、アップ。
ップがねこう引っかかる感じがねなかなか苦戦すると思うんですけれども、あのピックをねこう優しく持つ、例えばペンでねこういうふうにウニウニ動くぐらいに優しくピックを持った方があの引っかかりが少なくなる。これをねがっちり握っちゃうとすごくね引っかかりができちゃうから、優しく持った上でピックを持たないねこの指は握らないで、パーにしとく。その方が手全体のね力が抜けると思うので、こっちの指を握らない方がいいかなと思います。コードを押さえなくてもねこんな感じで、こうジャカジャカジャカってやってこう引っかかりをなるべく作らないような感じで、マイナーを押さえるとこういう音になりますので、はい、ぜひそういう感じでちょっと練習しながら弾いてみてください。